中村元綱は、鎌倉時代のご家人。別称は、司教、藤原元綱。伊達三郎、日立三郎。下には、平位、倉人。伊達氏初代、伊達友宗の三男。文治五年、藤原康平追悼のため大衆合戦に従軍する。はじめ七月に、鎌倉を出発した、源頼朝に、兄、試重と元綱が名を連ねている。 8月に入り父ともむねと4人の息子と共に、前衛として出陣、敵方の最前線基地である、忍部軍の石名坂の城塞を攻略して、大将の佐藤元春を生け取った。この功により、道の区国立軍を賜り、立政を称したという。立に移るにあたり、下屋国中村を静名が相続しているが、間もなく、ともむねの養子とされるともさだが成人するとともむねの、 仕置きに従い、友貞が、中村城を継いだため、静名は、道の区国立軍柳川に移り住んだ。研究元年、源、頼朝の状況に従い、鶴岡八万宮三景や東大塾用の状況へも、従っている。上級三年の上級の乱、アメンドの戦いで、上皇軍の山田次郎重忠を破り平営に、任せられる。安定二年七月、 鎌倉幕府五大将軍、藤原頼次が、北条吉村の屋敷に出かける際に従っている。ありがとうございます。